今日は近鉄八尾駅に来ました。今日取材しに行くお店なんですけど、あ、ここですかね、このビルですかね。では早速入ってみましょう。はい、着きました。今日ちょっと私あまりにもカジュアルすぎなんで、あの衣装がね、なんか借りれるみたいなので、ちょっと早速衣装を見ていきたいと思います。衣装の方はちなみに無料で借りれるんでしょうか？はい、そうですね、体験入店の方は衣装は無料で貸し出しはしてますね。はい、すごい。すごいいっぱい。本当だ。これ靴も借りれるってこと？靴も、はい。靴も綺麗。すごい。綺麗だし、もう、絶対普段じゃ買わない。ねえ、なんか。嬉しい。バッグもあるんですね。はい。じゃあ、ちょっともう、今から早速着替えさせていただこうと思います。はい、着替えました。これ、服がね、もちろん借りれたんですけど、靴と、あと、なんと、カバンまで借りることができました。あの、私ね、ちょっとね、露出するのに抵抗があったんですけど、意外にこういったなんか露出控えめなのも OK なんですね。はい、そういったの揃えてます。ちなみに衣装はあの何号からあるんですか？何号とかなんですかね、 SML とかある程度、はい、靴に関してもね、22.5 から、24.5 まで、各2種類ずつぐらいは用意してますんで、やっぱ基本的にめちゃくちゃヒールは高いんですね。そうですね、高いのが多いとは思います。ヘアメイクさんとかもいらっしゃるんですか？ヘアメイクさんはね、お店の方に、出勤していただいて、店内でヘアメイクしていただける形の感じになってます。1回1,000円。やっぱりどうしても店舗の方、違うセットサロンさんに行ってからセットして自分で出勤とか予約しなくちゃいけないとか、いろんな手間があると思うんですけど、確かにちょっと時間もかかりますしね。うちの場合はお店にそのまま出勤してきてもらったら、着替えた順番にヘアメイクさん入っていただいて、だいたい15分ぐらいのセットにはなるんですけど、1,000円やっていただけるということで、またね、体験入店の時はヘアメイクの料金はあのお店の方で負担しますので。はい、ちなみに体験入店は時給いくらなんですか？今はね、体験時給が3,000円からっていうことでさせていただいてますので、すごい。千葉は2,000円でしたよ。そうなんですね、西船橋は。それではちょっと細かいインタビューの方を聞きたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、